もういくつ寝るとお正月。はい、ということで2023年も残すところ残りわずかとなりました。今年1年応援ご視聴してくださった皆さん、塩さんの皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてフィリピンで出会った全ての皆さん、あと旅先で僕らを迎え入れてくれたフィリピン人の皆さん、本当にありがとうございました。マラミサラマッポ、また一つね、素敵な思い出を作ることができました。で、今年1年を振り返るってことで、2023年はどんな年だった？2023年、まあ、アトラスオオカブトは見つからなかったけど、まあ、去年よりもだいぶ、まあ、濃い1年だったよね。まあ、何よりもいろんなところ行けたし、まあ、フィリピンを駆け巡った1年だったなって思うけどね。まあ、まさにフィリピン大冒険。まあ、本当駆け巡ったよね。まあ、今年の2月から小野田少尉が潜伏したルバング島の旅から始まって、まあ、ルソン島はもちろん、ミンドロ島でボラカイ、パナイ、ネグロス、ボホールセブでミンダナオ島で、あとは今年最後にパラワン島か。まあ、フィリピンのね、山に海に絶叫だったり秘境だったりね、いろんなフィリピンをね、また知ることができたよね。気づいたらフィリピンの島21島もあったから、で旅を通してさ、まあ、いろんなフィリピンを、まあ、知ることができたし、あとたくさんのね出会いもあったしね。であと久々に日本帰れたし、で5年ぶりにタイも行けたし、本当に充実した1年というか、もう本当あっという間の1年でした。で来年も引き続き、まあ、旅を通して、まあ、フィリピン人との触れ合いだったり交流で、あとは歴史、慰霊碑巡りか。フィリピンは第二次世界大戦の時に激戦地だったんで、まあ、できる限りね、慰霊碑手を合わせに行きたいと思ってます。はい、であとは昆虫採集、まだまだね、俺らが見つけてない出会ってない昆虫たくさんいるからね。であとは何よりアトラスオオカブトを見つけるまでは終われないっていうかね、前回も言ったけどさ、俺らフィリピンに来てから何一つ達成してないからね。だからアトラスオオカブトだけは探して達成したいと思ってます。であと世界遺産ジュバタハ岩礁海中公園がまさかの10万ペソで諦めざるを得ないっていう。30万はね、ちょっとさすがに高すぎるからね。まあ、ただハミギタン山はね行きたいよね。固有のさ動植物がいて、でそこでしか見られない種がたくさんいるみたいだからね、そこは行こうと思ってます。とりあえず引き続き来年も旅を通してフィリピンのいろんな魅力を発信していくので、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。そして2023年応援ご視聴本当にありがとうございました。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、良いお年を。良いお年を。いただきます。去年も食べたよね、丸亀で年越しうどん。うん、うまい。安定のうまさ。ハッピーニューイヤそれ絵本ね。でこれ見るとさ、もう新年が近づいてきてますよって、もう至る所でブー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 なってるからね。これ100ペソとか30ペソとかで、これあれだ、この果物、ああ何か言ってた、山さんが言ってたやつ、うん、フィリピンではね、お正月近づいてくると八百屋さんとかで丸い果物が12種類並んで、うん、でこれは家庭の繁栄とかお金と運を呼び込むって信じられてるんですよ。だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61
いろいろ丸いものが12個、めちゃめちゃあるやん。ドラゴンボールみたいなのある。12個集めたら願いが叶うみたいな。色とりどり、まあ、新年が近づいてきてるところだな。今日は忘年会。じゃあ皆さん片手にグラスを持ちまして、乾杯。乾杯。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。いや今日はね、亮と陽平さんと優くんと誠二とエジンでみんなで飲んでます。あのな、今晩な、12月31日、年末のウォーキングストリート。さすがに人はいないだろう。じゃあ多分どこも閉まってるよね。閉まってるね。イサンも閉まってる。イサンも閉まってる。はい。もういくつ寝るとお正月。はい、ということで皆さん、2023年は大変お世話になりました。何来年もよろしくお願いします。嫌だよはい、乾杯。あ、乾杯。ハッピーニューイヤー。で、今日は山さん、あの食事会、2023年ラスト食事会、豚の角煮、うん、で、この後ね、あのチキンも用意してるから。うん、うまそう。グリルチキン。はい、グリルチキンの出来上がり、いただきます。うん、うまっ。塩加減、最高。1時間時差はありますが、時差を乗り越えてお先にハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。お土産、日本からお土産いただきました。ありがとうございます。じゃあアトラスをいっぱい捕まえてください。来年こそは。はい、ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。で、これは来年の昆虫採集の旅で、あの、ビンビン人のお土産としてみんなで飲みます。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対アトラス見つけよう。あと3時間後には年が明けます。ハッピーニューイヤー。わーお。で、今回あのオクタゴンVIP取れなかったんだよね。なんで、まあ、今年もハマー、はい、最後はハマーで、ハマーで。じゃあ盛り上がりますか。盛り上がりましょう。レッツゴークーヤ。レッツゴー。
Thank you.